東原俊明は、日本の実業家。株式会社日立製作所代表執行役、会長兼、CEO、一般財団法人全国地域、情報化推進協会会長、日立技術司会会長、一般社団法人日本経済団体連合会、副会長、一般社団法人電子情報技術産業協会、副会長、一般,団一般財団法人光産業技術、 新興協会理事長、一般財団法人国際情報科協力センター、理事長、徳島県小松島市出身、阿南工業高等専門学校第3年次中退を経て、徳島大学工学部電気工学科を卒業。1977年に、日立製作所に入社。1990年に、ボストン大学大学院コンピュータサイエンス学科を修了。 その後、電力システム本部本部長、電力グループ COO、日立パワーヨーロッパ社社長を経て、2010年に日立、プラントテクノロジー代表取締役社長に就任。2013年に次世代バイオ医薬品製造技術、研究組合を設立、理事長に就任。2014年に、日立製作所代表執行役社長兼 CEO に就任。2016年に、 日立製作所代表執行役社長兼 CEO 電子情報技術産業協会会長に就任2021年に日立製作所代表執行役会長兼 CEO 日本経済団体連合会副会長に就任学部の同期にカリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二がいるが教養の授業にはあまり行かなかったため面識はなかったという ありがとうございます。